SCP-1160 は、とある国のとある島に生息している、超巨大な鳥型の敵対生命体です。どのくらい巨大かというと、なんとその体高は85メートル。縦の長さでこんなにあるので、翼を広げたらもっと大きいですね。ちなみに世界最大の動物として有名なシロナガスクジラは、大きい個体で全長30メートルほどになるのだとか。そう考えるとこのオブジェクトの85メートルっていうのは、巨大なクジラの3倍程度の大きさがあるってことになります。むちゃくちゃでかいです。右の画像は約100年前、1915年の8月15日に撮影されたものですが、霧を突き抜け、圧倒的な存在感を放っているのがわかりますね。SCP-1160 には、攻撃して損傷を与えることができますが、損傷した箇所を瞬時に再生する能力を持っていて、ダメージが蓄積することがないため、物理的な無力化は不可能とされています。じゃあ一撃で吹き飛ばそうって思うかもしれませんが、そもそも巣の耐久力も相当なもので、標準的な銃器にはもちろん耐性があるほか、300キロトンの爆発にも平気で耐えてきます。かつて広島県に落とされた原爆が15キロトンほどの威力らしいので、300キロトンに耐えるってのは実質無敵。さらにこの鳥は、頭部と背中の周りに視覚器官が備わっていて、360度すべてを見渡すことができるため隙がなく、巨大化による筋力の増加、鳥類としての目の良さやスピードも相まって、どこぞのトカゲもびっくりな最強生物と化しているのですね。人間には非常に敵対的で、その圧倒的な近接戦闘力をもってして、島の住民や財団職員の多くが殺害されています。ここで、島の住民により書かれた、古い式の一部を紹介しますね。昨晩もまたかの猛禽が現れた。以前よりも巨大だった。我らはまず、鳴き声を聞いた。恐るべき悪魔が挙げる、耳をつんざく歯ぎしりを聞いた。奴は本土の生き物ではあるまい。遥か古代の悪魔の巣穴から這い出てきた、より悪しき存在だ。かの猛禽は防壁を引き裂き、我らは海へと飛び込むか、大地を逃げ惑い、狩り尽くされぬことを祈る他に道がなかった。かの猛禽は舞い戻る夜ごとに巨大さを増し、我らは数を減らしてゆくのだ。財団の調査の結果、この海鳥は1765年頃から、島の漁村に繰り返し激しい攻撃をしていたらしいですが、住民はどうすることもできなかったと言います。さらに式に書かれていた、夜ごとに巨大さを増している、という部分。なんと、あの巨大な体も能力の一部だったんですね。こんな超凶暴な化け物を収容することはできるのでしょうか。財団はこの海鳥の噂を聞きつけ、早速島に上陸して調査を始めました。こんなヤバい生き物に勝てっこないと思いつつも、二度にわたる交戦の末、この海鳥に思わぬ変化が現れました。なんと、海鳥の攻撃性が突然低下し、おとなしくなってしまったのです。これに対し財団の科学者チームは、調査隊が島に上陸したことが、何らかのトリガーになっていたのではないかと推測しました。その後、特に海鳥に動きはなく、おとなしいまま月日が過ぎていったんですが、1943年8月13日、突如として、島内に設置されていたサイト77とその付近の漁村が、海鳥に襲撃される事件が起きました。この攻撃の間、海鳥は異常なまでの攻撃性を発揮しており、また、とてつもなく巨大化していました。この襲撃により、多数の財団職員と島民が死亡。なぜ突然海鳥の凶暴性が増し、襲撃してきたのか。財団が理由を調査したところ、ある一つの事実が明らかとなりました。それは、SCP-1160 の力は、人間の認識に影響を受ける、というもの。どういうことかというと、この海鳥は、自分の存在を知っている人間。
もしくは、自分の存在を認識している人間が、少なければ少ないほど凶暴化する存在だったということです。襲撃が起きたその日は、ちょうどサイト77で、D クラスたちの定期的な記憶処理が行われていました。要は、一斉に記憶処理をしたことで、会長の存在を知っている人間の数が大幅に減ったんですね。それにより会長が凶暴化、そして巨大化、襲撃に至ったというわけです。最初におとなしくなったのも、今まで島民しか知らない存在だったのが、噂を聞きつけた財団職員がわらわら上陸してきたことで、存在が知られ、攻撃性能が低下してしまったわけですね。知られることで弱体化。そう。このセクションのタイトルである、財団プロトコル、単語77というのは、簡単に言えば、この会長の存在を多くの人に知らしめることで、弱体化させて収容してやろうっていう作戦なわけです。そして10年の開発期間をかけて、1953年、いよいよ本プロトコルの初回施行が制定されました。それがこちら。1953年5月14日、財団のフロント企業、スタンダードプロダクツが、朝食用シリアル、スーパーココパウスを販売し、子供のいるご家庭を対象に、大規模なマーケティングを開始しました。つまりこの画像は、シリアルの外箱のデザインってことです。ふざけているようですが、これこそがあの会長を封じ込めるための切り札です。外箱に描かれている、このなんかスプーン加えた鳥。この鳥が本ブランドのマスコットなんですが、こいつこそが、SCP-1160 なんですね。デザイン上は、実際の特徴を捉えて漫画的に描かれており、名前は、ブラッドベリーバザード。バザードってのは猛禽類のことですね。このキャラクターは、シリアルの外箱の正面と裏面で大々的に宣伝され、これを目にした人物の潜在意識に、SCP-1160 の性質と外見に関する情報の断片を植え付ける、一種のミーム作用が仕込まれていました。結論から言うと、実験は大成功でした。SCP-1160 は、数えきれない子供たちやご家庭に認識され、もうみるみるうちに弱体化。当初は85メートルあった超巨大な体も、2014年9月11日時点では約25センチにまで縮小し、凶暴さもなくなり、すっかりおとなしくなって、あっさり収容されました。また、当初はブラッドベリーバザードのプロフィールが、秘密の島に住んでいて人間を傷つける、人嫌いの猛禽、というものだったんですが、現在では、ある熱帯の島に住んでいて、小さな子供たちからスーパーココパウスをかっさらおうとする、いたずら好きな小鳥、と可愛らしいイメージに変わり、消費者からも肯定的な声が多く寄せられるようになりました。現在 SCP-1160 は、財団プロトコル、単語77によって収容されています。財団資産は捕獲エリアの監視状態の維持に使用され、SCP-1160 の行動または外見に異変が見られた場合は、速やかに現地外収容チームへと報告します。またサイト内では、朝食シリアル、スーパーココパウスが配布されており、マーケティングと製造の監視を行っています。スーパーココパウスの売り上げが落ちることは、レベル2情報災害非常事態として扱われます。武力ではどうにもならない相手を、シリアルで解決する。いつもは異常存在を隠蔽し続ける財団が、隠しながらも、その存在を正しく拡散する。綿密なリサーチ力と、規格外の発想力で、無敵の会長に打ち勝ったのです。武ではなく、血で戦う。これが、